Hi, I'm 5551。本日はですね、2021年1本目のですね、動画になるんですが、まずはじめに本年も5551チャンネルの方をどうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、早速新しく購入したものを紹介していきたいと思うんですが、こちらにあります。じゃんと。こちらのものはですね、僕が長いこと憧れていたものになるんですが、早速開封していきたいと思います。じゃんじゃじゃーん。はい、こちらはですね、ダナフィールドと言います。ワイルドなブーツですよね。もう長いこと憧れていて、ついにこれを買う時が来たかと思うんですが、こちらのですね、ダナフィールドというブーツをですね、今回は細かく見ていきたいと思います。それではですね、こちらのダナフィールドの方を細かく見ていきたいと思います。まずこちら、なんといってもですね、デザインがとてもかっこいいんですよね。でこちらツートンカラーになってるんですが、僕はですね、タンとダークブラウンというカラーを選びました。で、他にはですね、ダークブラウンとベージュ、あとオールブラックのものの3色展開をやっているみたいです。で、もう一つはですね、丈夫で経年変化を楽しめるかなと思います。で、僕はですね、ジーンズを履くことが好きなんですが、ジーンズはですね、履いていくうちにですね、色落ちだとかシワだとかを楽しんで味わいを楽しめるかなと思うんですが、こちらのブーツも同じように革ですので、長く履けて、なおかつこの育てていくとか言うんですかね、このシワとかの味わいを楽しんでいけるかなって思いました。で最後は何といっても機能的ということで、まずこちらはですね、ゴアテックス採用されてまして、なんかダナーがですね、初めてブーツにゴアテックスを搭載されているっていうことで有名になってるんですけども、こちらはですね、外からの水をですね遮断するんですが、中の足とかの蒸れをですね外に逃がすという形の作りになってます。で裏側がですね、こちらの黄色いロゴがですね有名になるかなと思うんですけども、ビブラムソールですね。こちらはですね、登山の靴なんかにすごく使われているソールで、グリップ感がですねとても良くて、なおかつ削れづらいとかも言われたりします。次にですね、オーソライトインソールが使われています。こちらの中のインソールになるんですが、こちらはですねすごく丈夫で軽量で、また通気性のいいしっかりとしたインソールがついております。こちらも結構嬉しいですね。でダナフィールドなんですが、実を言うとダナライトっていうですね、まあそちらが本家になるのかですね、メイドイン USA でアメリカで製造されているものの、まあ廉価版になるんですが、まあ廉価版といっても 27,500 円したんですけども、先ほど言ったですねゴアテックスやビブラムソールだとか使われていて、こちらの革のですねデザインになっているっていうことを考えると、まあ値段相応のいいブーツになるんじゃないかなと思います。以上がですね、こちらのダナフィールドの紹介の動画になります。今年もですね、こちらのブーツを履いてキャンプや登山などいろんな場所に行けたらなと思います。 Let's go out to the field by ダナフィールド。